着 5.86、6着 5.71、大敗禁物。土屋太郎5コース勝って5.67、相手待ち。6番白井6点ちょうどの状況、4着 5.86、 大敗はできません。枠なり3対3、1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内寄り2人いいスタートの中からは2コース2番の金子がやや覗いた踏み込み、即座に伸び返す1番の金田、逃走体制。3コースからまくる3番内堀を冷静に受け止めて1番金田イン速攻。スタートは前提正常でした。予選最終日連勝目前、1番金田が先頭、2番手2番の金子、3番内堀、3番手から2番手目指して不定を内に向けて6番白井も上がってくる。1周にマークの旋回、2番手3番の内堀が浮上、2番の金子差し遅れて3番手に上がるのが精一杯というところ。3番内堀じわっと2番手抜き出して2番金子、現状3番手。レースは2周目、1番3番2番の上位体系、2、3番手、ただその距離は一定身ほどというところ。内川追い詰めるのは2番の金子、2周の1マーク、それを外に、ま、外を回って振り切る3番の内堀学ぶ、しっかりとリードを作ってそのリードを広げていきます。1番3番2番の上位陣、4番手6番の白井、その後ろ4番森、5番手5番の土屋、最後方2周にマークの旋回です。もう一度内堀の懐を伺いかけた3番手2番の金子ですが、しっかりと2番手3番の内堀が守ります。1番3番2番と3人抜き出す状態、続いて最終周回に入っています。新入スタイル1号艇本田博一、人気の最終12レース予選特選、新入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇本田博一、バチッとトップスタート。4角から4号艇大橋もいいスタート。まず1周の1マークイン先手、1号艇本田、サス2号艇中田、まくり出し3号艇加藤は届かないか、内をついて4号艇大橋でバックスレッジも、イン戦堂々仕切った1号艇本田博一が先頭。リーダー算定心、2番手争い2号艇中田がわずかに前も、内側から4号艇大橋が伸ばしていく。スタートは正常。1周の2マーク2番手争い4号艇大橋小回り、握る2号艇中田ですが届かないか、そして内をついては6号艇小池で直線コース、2番手争いどうか、アウトコース伸ばしていく2号艇中田智也、内側から残す4号艇の大橋、そして差がなく6号艇小池が続いている状況。レース2周目、2番手争いどうか、内側から6号艇の小池哲也、先前体制ちょっと2号艇中田智也は煽られまして後方で転覆。2番手は4号艇の大橋純一郎、3番手争い6号艇小池の内から3号艇加藤が上がってくるか、5番手は5号艇北となっています。ここでお知らせいたします。2号艇中田智也は失格、2番は失格となっています。2周の2マーク注目は3番手争い、内側から3号艇の加藤雅彦に対して握っていく全速線6で5号艇の小池哲也、3番手争いどうか、3号艇6号艇接戦状態、最高方向号艇北の順で時計前を通過。これから最終周回の1マークの旋回です。最終周回の1マークは自己艇レスキューを避けての旋回、先頭で1号艇本田博一、2番手4号艇大橋純一郎、3番手3号艇加藤雅彦、上位は1番4番3番。の滑り出しになっています。昨日1着2着の連帯日本は地元3号艇の大口です。大口3コース進入、角となった4コース4号艇吉岡、前半接戦リードした2着の5コース5号艇の宗行春也、大外6号艇三島誠司で枠なり3対3スタートしてきました。内からスタートを先行していってトップスタート1コース1号艇の福田でした。そのまま1マーク先手を取ります。3号艇の大串が外、あとは5号艇宗行、まくり差しは少し失速、2号艇吉村差しましたが2番手争いです。先頭早々と1号艇福田がリードします。2番手接戦はインコース2番の吉村、アウトコース3番の大串、内を通り6番の三島が迫って2マーク、スタートは前提正常でした。接戦となった2着争い、6番先前を2番の吉村差して上がっていきました。まだ3番手には3号艇大串と6号艇三島のボートが並んでいます。後ろは4号艇5号艇の順で2周目第1ターンマーク、先頭は1号艇福田正和、2周目1マークをターンします。2号艇の吉村2番手でバックへ抜きました。接戦の3番手今3号艇大串が2艇身先行となっています。上位体系は1番2番3番、そして4番手が6号艇の三島誠司、5番手に4号艇の吉岡誠、最後方には5号艇の宗行春也で2周目の第2ターンマーク、トップから1番2番3番、そして6番4番5番と2マークを返してレース、これから最終周回の3周目です。
先頭の1号艇の福田正和、インからトップスタート、逃げ切り先行です。追走には2号艇吉村、そして3号艇の大串、内枠の3人が前を作った 1,2,3 の体系。少し前から4番手は6号艇の三島、離れてきてというところで、後走後ろは5号艇宗之と4号艇吉岡は5番手争いを展開しながら最終ターンマークです。ラストターンマーク、トップ1号艇福田が返します。 1,2,3 の体系で3連単のオッズ 4.5 倍を示しています。第6レースの予選競争、先頭1番福田ゴールイン、2着2番吉村、3着3番大串、続いて6番初日は免許走も戦いました。4コース角からの4号艇川添、5コース5号艇の森慎太郎、そして佐賀支部126キロルーキー6号艇城滝健也が1番外です。進入固定第7レーススタートしてきました。わずかですが1番と2番のうちの2艇がスタート先行、インコースから1号艇の町取り出ていきました。少しバランスを崩しながら1幕を運んでいきましたが逃げて先行、追走2号艇の浦上が2番手です。3番手に3号艇村松というところですが、かなり前の3艇接近した格好でスリット裏、少しずつ1号艇の町取りリードしながら2マークへと向かいます。スタートは前艇正常でした。2番3番接近戦で外目3番握っていきましたが、内から2号艇の浦上先行、体型は 1,2,3 の体型、あとは後続艇離れた体勢になりました。後方には4番5番6番と続いています。先頭は1号艇町取りがリード、2艇進で西1マーク、さあそして3号艇村松先前、待って2号艇の浦上刺しました。刺した2番ですが2艇進前、僅差で3号艇村松3番手追いかける体勢のまま、まもなく2周目の第2ターンマークです。先頭の1号艇町取りのリードは4号艇進となっての2周目第2ターンマーク、続いていく2号艇の浦上、3号艇の村松相当運びましたが少し流れてしまいました。これで前からだいぶ離れてという3番村松の3番手です。上位の体型は 1,2,3、 後ろは4番5番6番の順で続いて最終周回1マークを迎えていく進入固定戦の第7レース予選競争です。1コースから逃走を決めた1号艇の町取り勇気、追走には2号艇の浦上拓也、3番手は3号艇の村松修司、内枠勢 1,2,3 の体系で前を作っています。後方も定番通り4番手以降4号艇の川添、5号艇の森、そして6号艇城滝となっています。上位体系 1,2,3 は3連単のオッズ 10.1 倍を示しています。進入固定第7レースは先頭1番町取りゴールイン、2着2番浦上、3着3番村松、続いて4番川添ゴールイン、5番森ゴールイン、6番城滝ゴールイン。池田光輝ダッシュの角、5コース5号艇の佐々木秀樹、前半追い上げ接戦のし逆転3着でオール3連対中です。本日1回乗りは6号艇増田啓司、昨日は力走で1着2着の連対2本でした。枠なり3対3スタートしていきました。少し1番と3番が覗いて1周目1マークの攻防、さあ2番挟まれる形になりましたが、外目からは5号艇も握ったターンとなって向こう正面逃げた1号艇吉村先行、攻めた5号艇の佐々木が2番手につけます。3番手は2号艇の町取り、上位は1番5番2番でしたが5号艇と2号艇2番5番5番2番と差がなくなり2マークを迎えていきます。スタートは前提正常でした。2番手接戦5番握り前は少し振り込みながらも2番を抑えていって5号艇佐々木先行2番手浮上です。体型は1番5番2番の体型、1号艇の吉村トップリードは3艇審査、後ろに5号艇の佐々木、そして2号艇の町取り迫ってきた2周1マークですが、町取り引き波にはまった形、少し詰まった2番の後ろは固定審査で3番4番6番と続いています。上位は1号2の体系、後方は3番4番6番の順で続いての2周目の第2ターンマーク、先頭は1号艇吉村、続いて5号艇の佐々木が旋回、2番の2号艇の町取り勇気が3番手をキープで、上位体系は1号2の順、レースは最終周回へと移っています。1号艇の吉村、引頭走決まっては今シリーズの初勝利に向かう先頭、追走に5号艇の佐々木秀樹、力強い1周1マーク外を運んだレースとなって、2番手佐々木はこれでオール連帯マークへと向かいます。2号艇の町取り勇気3番手をキープ、後続は3号艇草場と、そして
6号艇の増田が並走、最後方に4号艇の池田と続いて最終ターンです。1番5番2番で3連単オッズ 35.7 倍を示しています。先頭1番吉村ゴールイン、2着5番佐々木、3着2番町鳥、その後3番6番4番がゴールインです。